三河に村に昔から伝わる郷土芸能に取り組んでいます。私たちの発表を見て伝統を継承する人が増えると嬉しいです。保育園の頃から、大林に住んでるので、そこで公民館とかに行って習ってました。小沢田駒踊りというのをやってます。全員でこの扇を使って踊るので、みんなで綺麗に揃った時が一番楽しいです。人口はとても少ないけど、若い人たちとかお年寄りとかの距離感がとても良くて、みんな優しいので、上川に村、あそこが上川に村のいいところだなと思いました。